食事ってすごく大切なものです。家族の団らんというのもその一つです。我々はその一助になれるようご家庭でも手軽にできるお料理をご紹介いたします。ぜひご覧ください。味をつけた出汁でですね、タケノコにだけを先炊いて下味をつけるということですね。でこの後出汁を使って鍋にしますのでですね、タケノコの香りや味が出た出汁で鍋に仕立てていくというようなそういう形になっていきます。今回はタケノコを使ったお料理をご紹介させていただきました。次回は平等院表参道竹林の下口さんに京都産和牛の一品をお作りいただきます。おうちで料亭ご飯、お楽しみに。